小池百合子の尻尾をもう掴んじゃってるわけですよ。百田直樹です。日本保守党、井山あかりさん、衆院、東京15区補選、出ます。経歴、イカ様、小池、バーも、出るとか、聞こえてきます。小池のイカ様、自民党の伝統に、どっぷりと使った、バー。小池のイカ様、ひどいですね。ひどすぎる。皆さん、こんにちは。井山あかりでーす。で、はい。小池百合子都知事が、あの衆院の補選に出るんじゃないかっていう話があると、いいんじゃないの、受けて立とうじゃないですかっていうふうにね、カイロ大を卒業、カイロ、そこを卒業し、かつアラビア語の通訳として働いていたということですよ。小池百合子さんがアラビア語を話している動画っていうのをね、ググりました。はあ、YouTube でググってみたらね、ありました。まあ、短い動画で、その彼女はね、アラビア語でインタビューを受けて、それに答えてる、まあ、動画なんだけれども、それニュース映像ね、なんだけれども、これはですよ、まあ、結論から申し上げるとかなり厳しいと。その、彼女が、アラビア語の、発音、文法、言ってること、内容、アラブ人とやりとり、これを聞いた結果ですよ、検証した結果ですよ。彼女はまずアラビア語を正確に発音できない。アラビア語の文法を彼女は理解していない。アラビア語の基本的な単語すら習得していない。そしてアラビア語の質問が理解できていない。そしてアラビア語の質問にアラビア語で回答することができないと。まあ、こういうね、はい、問題がね、あるということがね、はい、分かっちゃったんですね。残念。小池百合、バー、政治家、おかしいです。東京からいなくなってほしいですね。日本からかな？ガサマシは金持ちだ。意見で立てたくら立てた。都民にイカ様振りまいた。ガサマシは金持ちだ。意見で立てたくら立てた。都民にイカ様振りまいた。ガサマシは金持ちだ。意見で立てたくら立てた。都民にイカ様振りまいた。ガサマシは金持ちだ。意見で立てたくら立てた。